はい、では4回目の授業を始めます、えー。4回目は加速関数と呼ばれるものですね。えっ、ー、と、位相空間では連続性、連続関数、ね、また同相写像というものを習ったと思うんですけど、あのー、この速度論で,速度論では、ものを測るという概念を、加速という概念を えと加速集合という概念を前回導入しましたよね。それに関して関数を定義していきます。ね、加速集合を定義域に持つような関数がを、まあ、扱っていきます。その中の加,速しあの加速関数と呼ばれるものを今日は説明したいと思います。えっと、そしたらでは、まず、えっとあ、じゃあ前回の復習からいきましょう。 前回の復習は、えっと、まあ今日もいっぱい使いますので、ちょうどいいですよね。まず μ のアスタリスクと書いたら、これは、えっと、実数の部分集合属から実数への写像でした。ね。で、これは、 まあ具体的には、あれでしたねあの、例えば A というものが実数の中の部分集合だったら、それに対して μ のアスタリスク A という実数を対応させるものでした。で、これどうやって対応させてたかっていったら、A を被覆するような えと半解区間の半解区間を集めていきましょうと。じゃあそれをだけど1から、まあ、無限大まで集めていきましょうと。もちろん1個で終えちゃうこともあ,りあるでしょう、ね。でそれ1個で終えちゃったらそれ以外は空集合でいいわけですよ。でそれの、まあ、長さを1個1個測って で足し算するわけですが、これはだから選んだ区間によるわけですよね。だからその区間に関するインフィマム、この値のインフィマム、インフを取ると。これをルベーグの外速度と呼ぶわけですね。これをルベースグエの 外側度と読みました。まあ難しいところはだから、あらゆる区間を使って覆って、そのあらゆるものに関しての区間の和のインフを取らなくちゃいけないから、1個でこれだけで終えるよっていうのじゃだめなんですね。だからそこがちょっと難しいわけです。 で、それによってま、まあ、測ることができる、まあ、物差しとして使える集合。ね、それはどういうものかっていったら、それを加速集合と呼ぶんですけど、それを、まあ、メジャラブルの M。とか言って、このメジャラブルの M は、M は、この実数の部分集合属の中の、もちろん部分集合で、ね、これが、 加速集合の集合属。加速集合すべての、えっと、集合属としましょう。で,でこの加速集合っていうのが何なのかって言ったら、すなわち、 A という集合がこの M に入っている、すなわち加速集合であるっていうのはどういうことだったかって言ったら、えっ、ー、と、実数の中の部分集合で2の弦を取ってきました。そしたら、それのルベーグの外速度は、えっ、ー、と、A と重なっている部分と、 A と重なってない部分の和として表現ができると。A と重なっているところと、それから A と重なっていないところのルベーグの外速度の和として表すことができる。すなわち、 こうやって実数があって、その中に A というものがありましたとで。で、これが加速であるっていうのは、なんか B という集合を例えば適当にこうやって取ってきたとしましょうと。そしたら、B と A の交わりの部分は、ここですよね。それから、 B と A の補集合の交わりっていうのは、あここからか。ここですよね。あ消えない、えーね。で、この緑のとこと赤いところのルベーブの外速度を足したら、これが b の長さとルベーグの外速度と一致していると。で、実は、なんか当たり前のように思うけど、当たり前なのは、ルベーグの外速度の定義から、こちら側の不等号は、これは、ルベーグの外速度から自明です。自明っていうか、成り立っています。ですから、こちら側の不等号、これをチェック。ね すれば！a が加速集合かどうかっていうことがわかるわけです。で、加速でない集合も存在します。で、この授業では加速の集合だけを扱います。ですから、加速の集合ね。加速集合の上に上で、このルベーグの外速度を使いましょう。ですから。 ルベーグの快速度を加速集合に制限したもの。まあ、正確には加速、これは加速集合の集合属の弦に制限したもの。ね。それが、加速集合属、加速集合族から、えっ、ー、と、ルベーグの快速度はゼロから無限大まで取っていいわけですから、ね。こういうもの。 になるわけですけど、孤立をルベーグ速度と呼ぶわけですね。速度、あれあれなんか違うな,なんかこれ字違ってますね。これ、ルベーグ速度、ここもルベーグ速度ですね。はい。と呼びましたと。 で、この加速集合属、加速集合の集合属、M っていうのは、実はシグマアルジブラとも呼ばれます。っていうか、それの一例になっている、ね。これは次の性質。次のシグマアルジブラ。 まあ、シグマは台数って訳し訳な別に大数学の台数ではなくて、アルジブラ、シグマはアルジブラ、ね、を見たすと、ね。その性質っていうのを、じゃあ、シグマの1個目をシグマの1と呼びましょうか。シグマの1は実は空集合や全体も、やっぱしこの加速集合、族の元すなわち加速集合です。 それから、シグマの2という性質として、A が加速集合ならば、A の補集合も加速集合です。さらに、えっと、シグマの3として、A1、A2、点点点点と、加算無限個の 集合加速集合を取ってきたとしても、それらを全部和集合でくっつけちゃったもの,一つの、一つにしたもの。ね。これもやっぱし加速です。一方、ちょっと条件がつきますけど、シグマの4として、また、えっと、加算、無限項、 持ってきたんですけど、ただし、それぞれが交わりがない。まあ、i と j は違ってたらね、同じだったら自分自身ですから、違ってたら交わりがないならば、えっと、 これら、えっと、全部を合わせた、えっと、i が、えっと、1以上ね。で、これのルベーグ速度は、実は、それぞれ測って、それぞれ測って、足し算したもの。 と一致していますだからね、それぞれ互いに育ったら長さは一緒にしちゃったものを測るのと、バラバラに測って足し算するものは同じだよと、それが保証されているのは、まあ、感覚的にもこれは明らかでしょうけど、互いに育った、交わりがないときはそういうことが成り立っていると。ねまあ、我々にとっては自然な性質、こういうのをシグマ・アルジブラと呼ぶんですけど、こういう性質を持っています。 前も説明しましたけど、ね、実は加速集合というのは、ね、こういうものだよと定義する場合もありますが、我々は、ね、初め、この加速というのをこちらの、ね、ものではあの定義したので、物差しがあって、物差しで測れるものというのを定義して、その上で物差しを使うわけだけど、ね、その性質は。 その測れるものの性質はこういうものがありますよというような導入をしていました。では、えー、とこれが実際使えるように今日、えー、といろんな性質を、えー、と紹介していきたいと思います。まずはじめに、えっ、ー、と、あいい,よいし実数の区間があります。で、まあ、えっ、ー、と、どれから、どの 集合から始めてもいいんだけど、一番、まあ、スタート地点を半回区間としましょう。例えば、A として、それで、えっ、ー、と、A からずっと無限大に伸びていってるような半回区間。えっ、ー、と、A、えっ、ー、と、無限大。まあ、無限大は普通なんか、回集合でこうやって。 書くのでこっち側はんなものはじゃあまずねこんなものがを考えることはできるんだけどこれそもそも加速なのかとでこれ加速なんですということを今から証明しますでそしたら今度まあ今まであのよく使ってきた回復感とかねそういうものもあの加速だっていうことが道を導き出すことができます。 プロポジション。今日は4回目の1つということ、1, 1, 1個目ということで、任意の実数 A から始まる半解区間。えっと、A、無限大。ね、これは、 加速だよと。加速集合だよと。すなわち、あいいです、すなわちってね。これは、A から無限大までは、加速集合全体の M に含まれています。という主張です。で、プルーフ。 ですが、示すことは何かということは,加速集合は、ね、加速集合というのはどういう定義だったかということを思い出しましょう。加速集合というのは、ここに書きましたけど、ね、A というのが加速であるというのは、2位の集合 B というのを取ってきたら、その B が A と重なっているところと A と重なっていないところに分けられて、それぞれの長ルベーグの外速度の長さが、ね A のルあ B、B のルベーグの 外速度の長さと一致しているということだったわけですね。で、こちらが別々に測った方はの長さを足し算したものの方が大きいというのは、ルベーグの外速度の定義から明らかにので、この反対側の不等号をチェックするというのがミソでしたね。これを示せばいいわけ。だから今ここで A に相当するものは、この半回区間になっているわけですね。半 ということは、任意の B を取って、任意の B を取って、半解区間と交わっているとこと、交わっていないところに分けて、それぞれ測ってみればいいというわけですね。ということなので、やってみましょう。じゃあ、任意の B という集合を実数から取ってきましたと。そしたら、例えばこちらの絵だったら、任意の実数を B というのを,、えー、を取ったで。まあ、任意のし、えー、集合か。任意の実数の集合を取ってきました。例えば分かりやすいように B が区間だったとしましょう。こうしましょうと。ね。こう取りましたと。そしたら、黄色いところと交わっているところと交わってないところがありますよね。ですから、証明すべきことはこれに対して、えっと、 B のルベーグの外速度はと、えっ、ー、と、B がこの、えー、と半解区間と交わってるところのルベーグ外速度と、それから B がこの半解区間の補修簿、半解区間の補修簿は、えっ、ー、と、 A から無限大の外側ということは、これはマイナス無限大から A が入らないから、こっちは位になって、こうだね。こういう回復感との交わりの長さが、それよりも左辺よりも小っちゃくなってるということを、これを示せば良いわけですね。 すると、えっ、ー、と、じゃあ、まず、これ示したいわけだけど、うんと、では、B をですね、えっ、ー、と、ちょっと覆ってみましょう。ここで、ルベーグの外速度の定義から、うんと、こんなこと、えっ、ー、とね、 B を覆ってみましょう、区間で。B を区間で覆ってみましょう。じゃあ、1個から無限大で、IN で、この赤いところをこうやって覆って,覆ってみましょう。ね、こうやって覆ってみましょう。で、覆ってみたときに、このルベークの外速度は、B のルベークの外速度っていうのは、ね、 この覆ったものをいろいろ取ってみて、それぞれ足し算してみて、一番ちっちゃくなるような場合がこいつでしたよね。すなわち、覆った区間で、それぞれの長さを足し算してみたとき、インフ取ったら、これはイコールなんだけど、取らなかったら、こちらのが大きいわけですね、定義から。 でもしインフを取っていたら、それよりもちょっと大きいものは、それよりもちょっと大きなものっていうのを、プラスイプシロンにしましょう、ね。インフよりも少しでも大きくしたら、それよりもちっちゃなもの、ちっちゃな区間っていうのを取ることはできるよ。なぜなら、こっちがこいつにインフ、こいつのインフを取ったものはこれなんだから、ね、こんなような 区間を考えることが、まあ、できますよね。なので、まあ、それは、このルベーグの外速度からこんな区間が存在する。じゃあ、それちゃんと書いておきましょう。2意のイプシロンに対して、適切な区間、列、まあ、N は1から無限大度。ただし、じゃあ、ここでは、 <と><ス> IN それぞれを半回区間としましょう。で、さちざとコーヒーショね、できます。で、えっ、ー、と、そうしたら、まあ、いろんな場合があるんですけど、いろんな場合を分析してみましょう。まず、じゃあ、こちらの、この絵のようになっている場合。 この絵のようになっている場合、じゃあ、えっ、ー、と、今、区間を、えっ、ー、と、取ってきたら、その区間が、えっ、ー、と、例えば、色を変えましょうか。うんと、なんかちょっと、えっ、ー、と、色をそれぞれ変えてみますか。えっ、ー、と、まず、うっすら、うんと、その区間っていうのが、の1個がこれだったとしましょう。これが、 今、in だったとしましょう。そしたら、まあ、こういう場合もあるし、これはどういう場合かって言ったら、えっ、ー、と、黄色いところと交わりがある場合とない場合を書いてるわけですね。で、なおかつ、b を覆うカバーの一つである。じゃあ、他にいろんな場合があるでしょうとじゃあ、他にいろんな場合として。じゃあ、例えば、 えっと、in がこういう場合だってあるわけでしょ ?b を覆ってる一のですから、例えばこういう場合。これは全部黄色に入っちゃってる。一方、黄色いところに全然入ってないような場合。っていうのがありますよね。 そしたら、じゃあまあ、それ以外の場合ってないよね。B の、B を覆うような、この今取ってきた、ここで取った IN、どれでもいいんですけど、どれでもどれか取ってきたら、まあ、B とは交わりが必ずあ、まあ、あるものを取ってこなくてもいいんだけど、まあ、この条件を満たしているわけだよね。カバーになっているものっていうことだから、まあ、この3種類があります。ですから、 えっと、任意の n に対して、in は、うんと、黄色いところと、交わってるところ、交わってる場合と、それから、えっと、in は、黄色くないところ、黄色くないところは先ほど、黄色いところの補集合だから、こいつですね。 マイナス無限大から A とという区間と左側のうですね、黄色くない方と交わっている2つに大体分けられるか含まれているかのどっちかになっているので、じゃあこれを新たに、あ、間違えた。これを新しい記号ね、A の n' ダッシュと定義しましょう。で、こっち側を a の n の 2' と定義しましょう。ね。そうすると、えっ、ー、と、まず一番上の場合ね。一番上の場合は、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、そうね。 これを、ここを、んと、a、n と名付けて、ここを b、n と名付けていたんだ、えっと。ここでやってたよね、こうやってね。名付けていたから、一番上の場合は、a、n と、a のと、 bn の関係がこういうふうになってるわけね。このとき、このとき。ね。これは上の、んと、an' というのは、これは、an からん、んえっ、ー、と、黄色と交わるわけだから、a からだね。a から bn。右側だね。で、左側の 方が、黄色いところと交わってないから、an から a までだね。ということは、これらの区間の長さはル、ね、長さはこれもルベーグの外速度は、まあ、ルベーグの外速度は、それぞれ区間を取って、 あれでね、カバーを取ってインフを取らなくちゃいけない。これはただの長さね。こういうふうに絶対値で書いてる。絶対値っていうのは、ルベーブの外測ではそ、その、それ、それ、いろんなものを考えてインフを取るわけだから、これはただの長さで、これは右側から左側を引くんだから、こうだね。それから、これも右側から左側を引くんだから、こうと。そしたら、これは BN-AN で、こいつは、 この間の in の長さと一致してますね。じゃ同様に、じゃあまずこれが、この場合ね。同様に今度は、えっと、2番目の a ですけど、2番目の a は、a の値が、と an を比べてみたら、an がここにありますから、右側にあるわけだね。こういう場合。 この時は、えっと、in'、すなわち、えっと、あれですね、交わりがある方が、黄色いとこと交わりがあるのは、その in 全体になっちゃってますね。ということは、交わりがない in2' の方は空集合ということになります。ということなので、やっぱし in' ダッシュの長さと、 IN2' ダッシュの長さは、IN の長さと空集合の長さは0と定めてますから、これは、やっぱし IN と一致してると。ね。同様に、この場合、この場合は、BN が、これが BN ですね。で、ここが A ですから、BN が A よりも A 以下の時は、やっぱし、ね。 同様に、えっと、この時は、in2' が in 自身で、in'、黄色いところと交わりがあるところはないよ、ということなんだから、やっぱし、in' と in2' の長さは0プラス in 自身ということで、 IN になりますねということは、まあ、この3種類しかないわけですけど、これらすべてのことから分かることっていうのは、どういう場合であっても、どういう場合であっても、in の長さというのは、in' と in2' ね。 を足し算したものになっているんだよということが分かります。で、えっ、ー、と、まあ、注意してほしいのは、B、この IN たちっていうのは BN を覆ってるわけですから、BN、B か、ピンクのところを覆ってるわけですから、ピンクのとこと黄色いところのインターセクションは、 やっぱし、えっ、ー、と、なんで覆われてるかって言ったら、えっ、ー、と、こっちで覆われてますよね。あ、これ、図で書く、書いたら、この部分が、こっからここまでが、in'、あ、2' で、こっちが in2'。ということは、黄色いとこと、ピンクのところの、 交わりはえっと明らかに IN' の和集合で覆われていますよね一方 B と黄色いやつの補集合であるマイナス無限大から A というのは IN2' で覆われて 覆われていますねということに注意しておいてください。ということは、すぐこういうことが分かります。今知りたいのは、あくまで証明したいことっていうのは、この不等号でしたね。だから、こいつをちょっと見てみましょう。これは B と黄色いところのルベーグの外速度と B, の B とその黄色いところの補集合外側との交わりの長さなわけですがまずえっとこ,のこの集合は これで覆われてますよねですから明らかにこれそれぞれの区間の in ダッシュの長さを足した方が大きくなってるしこいつもこいつもこれですよねこれで覆われてるんだから2ダッシュの長さをそれぞれ 足し算したもののが大きいはずですね。すると、これそれぞれ足したのは、これそれぞれ足したのは、ここでやってます。ね。だから、これは1個1個ね、それ字、ダッシュと2ダッシュを足したら in になるわけだから、これそれぞれこっちで足していくと、これは、 シグマの n は1から無限大の in だということがわかります。ところで、うんと、in の中、in って何だったかというと、そもそも in っていうのは、こういうものでした。ね。b のルベーグの外速度、 これインフ取ったらそうなんだけど、そうじゃなくて、インフ取らなかったらこっちの方がでかいんだけど、で、インフ取った場合で、イプシロンを足しちゃったら、当然こいつより大きくなるから、区間を適切に選べばこういう不等号が成り立ってるっていうものを選んだので、これが成り立っています。すなわち、こことここは一緒だから、ここ、こいつですね。これは B の外速度、 ルベークの外速度、プラスイプシロンということで、で、抑えられます。ということは、うんと、これは何が言えたかって言ったら、イプシロンは、これは二でした。だから、このイプシロンはいくらでも小さくできるわけですね。と、そうすると、左辺はこれです。で、右辺はこれです。イプシロンはいくらでも小っちゃくできるんだから、当然、この不等号は成り立って、 いるはずですね。ということなので、証明ができましたと。イプシロンは正で2なので、この不等式、じゃこれ、アスタリスクにしておきますけど、アスタリスクが、閉めされたと、差が抜けてるの。あれ 示されたというわけです。はい。ね、ちょっと、まあ、巧みな証明ではあるけど、定義に変えて、一生懸命もぞもぞやってればできるという感じですね。で、こういう、えっと、半壊区間が加速であるということが証明できました。じゃあ、他の区間はどうなんですかということは、全部この話からコロラリーとして出てきます。今 B A と B は実数で B のが大きいとしましょう。すると、例えばマイナス無限大 A という半あ回復感、それから A 無限大という回復感、それとか A、B というような回復感、これらすべて加速集合です。なぜならば、 コロラリーは、まあ、証明って本当はいらないんですけど、まあ、初めだからやっておきましょう。マイナス無限大から A というのは、今、証明した、これ、ね、A から正の無限大の補集合でしたよね。さっき、ここでも姿を表してましたね。で、補集合を、 取るという操作は、実は一番初めに出てきましたね。M の弦、加速集合というのは、補集合を取っても、やっぱし加速だよと。ね、その補集合は加速だよと。元のやつが加速ならば、その補集合も加速だよという性質を満たしていましたから、ね、こいつ自体が加速なので、やっぱし それの補集合は加速です。シグマアルジブラの性質からこうなっています。一方、今度は A から無限大というのは、今分かっているのは半解区間が、ね、暗解区間が、えっと、加速だっていうことでした。で、今、求めたい方は A が入っていないから、 A が入ってないのか。じゃあ、A を入ってないと、こう、A を入ってないってするためには、えっと、こうしたらいいんじゃないですか。N 分の1を足しました。そしたら、これ A よりもちょっと、ちょっとだけ大きいわけだね。で、これを全部 N から、N を1から無限大まで足してみましょう。すなわち、こうなっていて、もうお分かりです。ちょっと、A があって、ね、 1> 1 2分の1、4分の1、ね、3分の1、4分の1、8分の1ってやってたら、ずっと A に近づいていくね。すなわち、これの極限はこいつですよねあと。で、これらは、こいつとか、こいつとか、こいつとか、これらの和集合だよね。加算無限個の和集合だって、 無限この和集合だって、それぞれが加速ならば、やっぱ加速だよということで、あこれも加速だと、シグマ・アルジブラから、そういうことが言えます。では、一番よくはじね皆さんが使う、A から B という加、ね、減と上限があるような、えっ、ー、と、快感は、A から無限大というものと、それから、マイナス えっと、無限大から B までの、えっ、ー、と、インターセクション。なので、これも、これは、えっ、ー、と、前回やってます。えっ、ーと,えー、と、加速集合のいい、ね、インターセクションっていうのは、やっぱし加速ですというの。これは前回の、なぜならば、プロポジションの、 3.1の3番でやっていることなので、それを見てくださいと,と。いうわけです。これで、こういうことが証明できました。で、さらに、実数の世界には、回集号ってそれだけじゃないですよねと。それは、回区間とか、半回区間とかがこうやってあるわけだけど、 回集合。じゃあ、それぞれこれ3つ合わせたものって回集合ですよね。いろいろ、あ要するに、いろいろあるわけです。じゃあ、実数軸上で回集合ってシグマアルジブラムですかって言ったら、それはイエスです。それが次のプロポジション。4.3で、今、実数の上の、ね、集合が、 回集,合だとまあ、回集合だったとしましょう。で、あれば、この集合はシグマアルジブラは加速だよと。で、これは位相空間であったある性質、次のレンマ。 かから明ら明です、ね、次にこのレンマっていうのがえっとこれ今、まあ、4.3のダッシュにしとこうか4.3のダッシュはえっと A というのを実数の中の部分集合でこれを回集合だとしておきましょうまあ上と同じ設定だよねちょっと記号を使ってるねべき集合を使ってるか元の R を使っているかという記号の差で <laughs> がありますか、ね、回収号。ね、ならば、ね、任意の回収号に対して適切な回区間列を取りましょう。で、何を満たしているかって言ったら、えっと、必ず この in の和集合で表すことができますと。いいですかね。回集合は、要するに回復間の和集合で表すことができるという性質がありました。これはあの講義ノートには証明を一応書いておきました。えー、と実際には有理数の中密性とかを使うわけですが、 あの、位相空間の方に必ず載ってると思うので、よく復習しておいてください。じゃあ、これ、この事実を認めたならば、えっ、ー、と、コロラリーの4.2で、回駆間は、回駆は加速だよということをやってるわけですね。なので、コロラリーの4.2より、ね、 各 in, このレンマ4.3ダッシュで出てきた、この各 in は、やっぱし加速です。ということは、加速集合で、これなおかつ、1、2、3、4で番号つけてありますよね。なので、加算無限個の和集、加速集合の和集合は、やっぱし 加速ですこれはシグマアルジブラの3つ目の条件より、ね、これですね、シグマ3っていうのは、えっと、こいつね、この性質から明らかですというわけで、証明終わりというわけです。さあ、これで、えっ、ー、と、僕らがよく実数、軸上で使っている集合は、回復感、閉復 反回復感。もちろん閉区間もそうだよ。回復感、ね、の補集合は閉区間だから、ね、閉区,区間の、まあ、実際には和集合になるけど、ね、それも加速だよ。ということは、我々が実数でいろいろ使っている、日頃使ってきたものは全部加速だということが分かりました。ただ,ただ、えーと、加速じゃないようなものも集合も構成することはできます。それは非常に変な作り方をする。要するに特殊な場合。 そういういものがあります。それは参考にしてる参考書に、えー、と載ってますから、えーとあれですね、ぜひ読んでみてください。えー、とそしたら、今日のメインなんですけど、加速関数っていうのを、この加速集合、要するに今、実数軸の上で、回復感とか閉域間とか半回復感はみんな加速だから。 その上で今度は関数を考えていくんだけど、その加速集合を使って関数の加速性っていうのを定義しましょう、ね。関数自体がちゃんと測ることが、関数自体の出力ですけど、ちゃんと測ることができるのかというようなことです。で、えー、とそ,その前に、では、こんなど記号を導入しておきましょう。今まで、えっ、ー、と、実数 というのを考えましたで、実数はずっと伸びていくんだけど、その極限っていうのは無限大なんだけど、無限大というのをに到達しようと思っても到達できないんだね、実際にはずっと行くとね、ずっと行けるけどさ。じゃ到達し、その極限自体、ね、をやっぱくっつけて考えましょう。ね、要するに、実、えーまあ、数軸の平方を考えてるんだけど、これが マイナス無限大から無限大の平区間と。普通、マイナス無限大から無限大、これを実数と書くわけだよ。無限大入れないんです、実際のね。だからさっきも半解区間では無限大を入れないで、こうやってえっと記述してるわけですよね。こういうふうにね。だけど、無限大も入れた 場合まあ、拡張された実数全体ということで、r バーと r の平方と書いておきましょう。ね、で、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、x というのを、えっ、ー、と、実数の部分集合、ね、属、 えとから取ってきた部分集合に対して F というのを X からまあ無限大も許してね考えましょう。これをまあこういう関数を考えます。今までと今までと対して違ってないんですけど地域で無限大やマイナス無限大もという もう値のように取っていいと。まあ実際には例えば、タンジェントのグラフなんかはそうですよね。と、まあなんていうの、今までちょっとうやむや、表記がうやむやだったところを、まあ、明らかに書きました。というだけです。まあそれは置いといて、これから加速という概念を、加速関数という概念を紹介するので、それを導入、その定義を初めて見ると、なんでこう定義するのと。 僕なんか学生の頃そう思いました、ね。で、それが突拍子もないことなんだということを例を使って初めにその性質を観察しておきましょう。特性関数、キャラクターリスティックファンクションと呼ばれるものをまずちょっと見てみましょう。A を加速集合とします。で、これに対して、えー、と関数、 これ、回ね。回 A が実数から拡張された実数へのものを今、まあ無限大使わないんですけど、実際にね、これ。えっと、回の A の、こっから R から X 取ってきましたと。ね。これは、どういう値を出力するかって言ったら、この X の値が A に入っているときは1を出力し、そうじゃないとき、そうじゃないときだから、a の補集合、すなわち、R、r-a のときは0を出力するような関数を、a の特性関数、a にあるときだけ1をポンと。 返してくれるよだからグラフで書けば実数軸があって例えば A ってどんな集合であってもいいんだけど、まあ、今一番分かりやすいように1点だったとしましょう。ね、するとこれはまあじゃあ分かりやすいように出力を拡張された実数軸を縦に書きましたと。ね、ここがこうですよね。そしたらえっ、ー、と A のときは1を出力するわけですね。だから1は、じゃあ例えばここら辺を1だとしましょう。うん、ここを出します。で、えっ、ー、と、それ以外のときはあ、ちょっと、ここど、わかりやすいのはどうしたらいい白丸かなんかでかく右側、0。 左側のと,も0とこういう出力を出すわけだね。0ですね、はい。A が1点の場合はこうです。A が2点だったり3点だったり、ね、区間だったりしたら区間の分だけ1を取って、そうじゃないところは0になっているわけで、ね、す。こういうのを特性関数、A の特性関数と言います。というわけです。A のあるところでは1をくれているわけです。そしたら、 こんなことを考えてみましょう。うんと、まあ、まずこんな集合を定義してみましょう。A の値を実数と取りましょう。で、この出力、解 A が、ね、出力が A より大きくなるという、こういう記号を導入しましょう。これの意味は今言葉で言ったけれど、回 A の 値が A より大きくなるような入力の集まりです。ですから、例えば A の値を今、うんと、ここに A の値がここだったとしましょう。ね、で、えっと、階 A っていうのは縦軸に出てくるわけでしょ、A の値。階 A が A より大きい場合って、こ こうですよね。だここは入らないから、こんな感じですかね。こんなふうになるような、X は、どこですかって言ったら、これは、んと、そもそも、縦軸で取りうる値は、0か1しかないわけ。で、今、A っていうのが、この A のようになってたら、こういうふうな、この中に入ってるのは1だよね。 1を取るやつは A ってあるから、それ以外はないじゃないだからこれ A ですよね。いいですか、ね、じゃあ、A がここだったら、スモー A がここだったら A だけど、A が例えばここにあったら、4だったら、1よりも大きなところを出力してくれるような入力はないよね。だって、どんなに頑張ったって1までしかいけないわけですから。ということは、 A がこっちにあったりしたら、1より大きかったら、これ空集合ですよね。じゃあ、それちょっと今全部書いてみましょう。こういうふうに定めると、んと、A の値が 1, の1より大きいとき、階 A のが A より大きくなるようなものはないから空集合ですよね。 いろはのろ。えっ、ー、と、0以上を1以下のときは、これは、まあ、この絵のような場合ね。ま、もうちょっと、縁まで来てもいいよ。0を取っ、ね、ゼロまで来ていいよ。ね、こう、そうすると、えっ、ー、と、 この中に出力を出してくれるようなものは A しかないよね。ということなので、解 A が A より大きくなるような値は今こうであっても結局 A だよね。だからこれは A だなと。うん。色、葉。じゃあ A の値が0より 小さいと0は入らないかな。0より小さいと、えっと、A の値は、例えば、ここだったとしたら、こうですよね。これは、んと、A を取っても OK だし、0を取っても A じゃないようなところにとっても0っていうのを出力しますよね。すなわち、この、この中に出力を持ってますよね。どこ取ったってこうだ。A 取ったらこうだ。ね。ということは、あれどこ取ってもいいんでしょどこ取ってもこうだし、この A のときだけこうなんだから、どこ取ってもいいってことは、ね。A が0より小さいときは、 この回 A、出力が A より大きくなるような入力の値は R 全体だ。っていうことが分かりますよね。ということから、うん、とまず、空集合は加速です。それはシグマ1のアルジブラの条件から。それから全体もシグマ1性質から加速です。 A はそもそも加速です。おということが分かったので、キャラクタリスティックファンクションの特性関数の出力が A より大きくなるような入力は、ね、入力の集まりは加速ですということがわかりました。うん ね、なるほどねと。でもこれなんか特殊な関数だよね。そもそも連続じゃないし。じゃあ、散々、1年生の頃からやってる連続関数考えてみましょう。F というのは、実数から無限大まで入れてもいいですよ。これを、まあ、今まではあれか、これ無限大、入れてても書かなかったけどね。ねこれを、まあ、どっちでもいいです。連続関数としましょう。 としましまょうそしたら、これが出力の方、これが入力の方。で、一番簡単な、えっ、ー、と、ね、連続関数、アファインマップ、ね、を考えました。傾きがいくつかな切片がいくつかなはい。で、それはいいとして、そしたら、えっ、ー、と、じゃあ、さっきみたいに、 出力から2位の次数を取りました。A を取りました。それよりも出力が大きくなるような入力はこちら側ですよね。うん。じゃあ、2位の A に対して、かんさっきはい、まあ、って書いてけど、今度は F だな。 f の出力が a よりも大きくなるような入力は、入力は fx は a より大きいと。ね。これは、えっと、加速関数かな。さっきは、キャラクタリスティックファンクションは、どちらにしようか、ね、いろいろ媒訳したけど、加速だっていうことを。 証明したわけだけだど今回は、これは、よくよく考えてみたら、こちらの絵を見れば分かるように、こいつは、えっと、A から無限大。で、それの逆像は、こうですよね。まあ、括弧二2つか,かな、こうですよね。 すなわち、これは F インバースの A のから無限大というわけだね。で、ここで A から無限大というこの部分だね。この部分は、これは縦軸の、まあ、バーつけてもいいですよ。ね、縦軸の これは回区間、回収号だね。回収号です。ね、この今、無限大入れてないですからね。回収号です。なので、で、F は連続でしょそしたら、位相空間でやったね。連続写像だったら、その逆像も回収号だと。 連続なので、その、そのってこいつだよ。これの逆像はね、入力の R 上で回収号だというわけです。位相空間だと、もちろんこれ距離空間でもあるけど、位相空間において連続の定義は、 回収号の逆像がまた回収号であるような写像は連続だと定義をしたわけだね。それは位相空間のあ距離空間や解析であった連続等を含むような大きな定義だったわけです。ね、なので、ここで初めて使いましたね。ちゃんと位相空間学んでないと、まあ、なかなかあれですよね。難しいですよね。でも、ここで慣れてください。で、あると。ね すると、うんと、えっ、ー、と、先ほどやったプロポジション4.3で、えっ、ー、と、回収号は、やっぱし加速だよっていうことをやりました。そしたら、これは、そのまま、えぇ、ー、うだ F 大なり A という記号を使ったわけだから F 大なり A というこの集合は加速だということが分かりました。ね。あここ加速なのかと。そりゃそうだね。ということです。そしたら、今、この2つ、キャラクタリスティックファンクションと連続しか、連続写像しかやってないですけど、今この性質を見たら、あね、共通した性質がありますよね。 A よか大きくなるような、出力が A よか大きくなるとこの入力は加速だ。出力が A よか大きくなるような入力の集合は加速だ。これを抽出して性質に使っちゃいましょう。Def4.6。はい。今、 X というのが実数の部分集合で、これ上で関数を考えます。今度は2位の,の関数。だから例えば、先ほどでやった例は特性関数であり、連続関数だったわけだけど、ね、X 上で定義された関数 F というのを考えましょうと。と、ね、出力は、 拡張された実数としましょう。これが加速関数であると。メジャーラブルファンクション。メジャーラブルファンクションであるとは まず、この X 自体が、X 自体が加速じゃないと、ね、ダメで、なおかつ、任意の出力を、の値を考えたとき、出力の値が A より大きくなるような入力の 部分集合は加速であると。を満たすことと。と定義します。いいですかこれ定義。上の2つの例とも、は、まあこれを満たしてたわけでね。まず関数の定義域は加速であって、なおかつ勝手に出力で、 出力から A っていう値を取ってきたわけね。それよりも大きくなるような出力、出力がそれよりも大きくなるような入力の集合は、やっぱ加速集合になってるよというのが加速関数だよと。ね。いうわけ。だから、分かるかな、まあ、か関数の出力が A、ね、を,を測りたいわけだよね。で、どういうとき、どういう出力であっても A よりも大きくなっていたら、そのね、 そ,そんなような出力を出してくれるような入力自体が測れるよっていうことが加速関数の定義です。3ちょっと大学生っぽくなってきましたね。<laughs> はい。すると、次のプロポジション知っておくと便利です。プロポジション5.6。ね。えー、ね、まあ。まあ確かに例をたった2つやっただけでね。 まあな、その2つ成り立っていくから、他の場合でもないろいろあるんだろうなと思うかもしれないけど、今、F という R から、これ R であっても出力は拡張してもいいです。に対して、次は同じ意味です。同値だよと。まず、今定義した F は加速関数だ。 それと、実は、えっと、出力の中から任意に回収号を取りました。バーつけてくるよ、回収号。任意の回収号に対して、その逆増が加速であるということは、ね。 同であるとうん、なるほどと。さっきの、あのー、連続関数の時の主張をチェックするときと似てるよね。回復、えっと、出力から回復感取ってきておいて、それの逆像がね、やっぱし回復感だったから回復感は、えっと、加速だっていう証明をしてるね。あ,あ,れ,あれだよね、本質的にはねで。さっきのは連続関数だったけど、今回は 連続関数と言わないで、という仮定をのけて、F が加速である、定義4.6が成り立っていたら、実は2番は言えている。2番が言えていたら、実は1、定義4.6が言えているというわけです。証明簡単なのでやっていきましょう。まず、2番なら1番。じゃあ、1番でないとしましょう。1番でないと。 する入り方ね。すると、すなわち、F は加速でないと。すなわち、加速でないって言ったら、えー、4.6を満たしてないんだから、任意の A に対して、 出力が A より大きくなるような入力の集合は加速じゃない。ね、としましょう、ね。すなわち2回続いてますけど。で、うん、じゃあ今、一方、そもそも A から無限大は加速だよっていうのは。 さっきのコロラリーかなんかでやったよね。なので、えっと、なので、えっと、今、2番は仮定していいわけでしょ ?2 番から、二番から、えっと、出力が A より大きくなるような入力の集合は、 えっと A から無限大という区間を F のインバースで戻してくればいいわけだからこいつだよね。これはさ、これは2番を仮定したらあこれそもそも M に入ってるでしょ ?2 番の仮定っていうのは2の排集合に対してその逆像は加速だって言ってるんだからこうだよね。そしたらあれれれれと。 こっちは M に入っていて、ここの過程では M に入ってないよって言ってんだから、あれはこれはこの過程が矛盾と。初めの過程に矛盾するから、初めの過程がまずいんだ。すなわち1である、ね。2ならば1だよということがまず証明できましたと。じゃあ今度は1番から2番。1番から2番はちょっと、まあ、こんな綺麗にできなくて、 もっと泥臭く普通に証明すればよいと。えっ、ー、と、1番は、うん、加速であるという条件があるわけね。で、2番を証明するんだから、2の A をまず取っていきましょう。ね、R から回収号取るわけだね。じゃあ、回収号を取ったら、まあ、一番簡単な回収号が、回復間だって、回収号っていうのは、回復間の和集号で表すことができるっていう。 位相空間のね、あれがあるから、一番ベースになる回復感を考えましょう。これもちろん B の方が大きいんだよ。ね。これのとき、1番から2番が証明できるかなと。よくよく考えてみたら、A から B の回復感は、マイナス無限大から B と、A から無限大の交わりだ。インターセクションだ。それぞれは、 それぞれはメジャラブルだから、ね、これらのインターセクションは、で、なおかつこれ、間ね、あの、交わりがないから、これら、やっぱし、メジャラブルだよ、っていうことが分かっています。なので、えっと、では、証明することは2番なので、F インバース A を、ね、がメジャラブルであることを言わなくちゃいけないんだから、 f インバースの a から b と。すなわち、f インバースのマイナス無限大から b と、a から無限大だよと。ね。そしたら、集合論の写像の性質から、逆像の場合は、中のインターセクションは、えっと、別々に、 してからインターセクションを取ったものと同じということをやりましたと。忘れたら集合論の教科書の演習問題とかに載ってるから、を見てくださいと。ね。まあね、集合論でこれやったときはさ、なんでこんな性質、なんか当たり前そうだけど、いちいち証明しなくちゃいけないのっていうのは、ここで使ってるんです。全部1年生とかでやってることって、こういうところで全部使ってるものなんですね。さあ、それでこれ出てきたものは、 えっと、これは、うんと、マイナス B、マイナス無限大から B というものを、あれだねあの、F インバースで戻してきてるわけだから、これは、えっと、結局、F という値が B より小さくなるようなものだね。えっと、漢字として、こうなっていて、こうなっていて。 で、A から B までってなってるわけでしょそうしたら、うんと、今、えっと、B からマイナス無限大って言ってるのはどこかって言ったら、えっと、B からマイナス無限大ってこっち側でしょね。そうしたら、の、 B から、ええっと、B からマイナス無限大だから、こうだね。すると、えっと、これは、えっと、こちら側だね。こちら側になるわけだね。で、これは、よいしょ、うん。 えっと、こう、こうで合ってますよね。あれなんかちょっと変ですかえっと、これは、えっと、B、うん、いいですよね。こ,こ,これ、これはそういうことでしょね。出力の値が B より小さくなるような、ここは、X の、S、こ、こいつがだよ。こいつが F インバースの、 マイナス無限大から B なわけだからこ、こいつがね、あの、出力が B より小さくなるところでしょの X の <laughs>、ね、えっと、入力はここだから、これとこれイコ、これとこれって言っちゃこれとこれはイコールだよね。さらに、さらに、こちら側は、ちょっとね、こうですよね。A よりも、 えっと、えっと、これは A よりも出力が大きくなる。こっち側ですよね。こっち側になるところは、そんなような X は実はここなんだけど、こういうやつなんだけど、それを表すのはこれだよね。いいですか。 ね、ということでこうなります。ということはこれはさっき1番1番で、えっと、F は加速だっていう条件があって加速だったらこういうものはこういう集合は出力が A より大きくなったりするようなものは M に入ってるでしょなのでこれは、えっと、まず、えっと、すぐ分かることはこいつが M に入って,るっているうことが分かりますで、同様にこれもやっぱし M に入ってるということがわかります、ね。で、それらのインターセクション、今 A と B を交わりないので、プロポジション3、ね、加速なものと加速なもので、互いにその場合は、プロポジション3.1から、やっぱしこれも全体も M に属しています。 いうことが分かりますなので今、えっと、A がただの回復間の時は、えっとねえっと、それの逆像は加速だよっていうことが分かりました。で他の回収号は加算子の回収号の和集合として表すことができるからやっぱし加算子の和集合 最集合の和集合はやっぱし加速なので、やっぱ加速ということが証明できるわけです。はい、さあ、どうですかこ,こんな感じです。一個一個積み上げていけば、なんかわかるでしょこういうことの、まあ、繰り返しで、ね、徐々に数学ができていってるというわけですね。今日は新しい加速関数ということを、えっと、紹介しました。 えー、次回は、まあ、また加速関数に関していろんな性質を学びたいと思います。なので、えー、とまた、えーとあ、演習問題もアップロードしておきまして、公開しておきましたので、えーと、今日まだね、頭が新鮮なうちにちょっと頭をひねって、えー、と演習問題を解いてみるといいでしょう。では、これで終わりたいと思いますが、何か質問がある人がいたら、 この場で質問してもいいですし、後で連絡をください。この画像はまた、えっと、YouTube で公開します。では、これで、えっと、終わりたいと思います。では、また来週。